夕方の西大宮駅前にエンペイの卵出現。西大宮駅の夕方で、今のところ人が集まらないことがないので、これは期待です。ジムがジチームです。現在の配置ポケモンは一体ジチームのトレーナーさんが落としてくれたばかりのようです。なんとかジムを防衛したい。とても夕暮れ感です。夏なら全然明るいのに。後方確認、車なし、渡ります。停車している車がレイド待機中の車に見える。いや、そうあってほしい。この辺りにいる人もみんなレイド待機中に見える。ポケモンあるある。到着。バンギラスの時と同じく、ここをエンペイ討伐の前線基地としよう。ジム防衛部隊配置。カビモン頼んだぞ。ジムへの攻撃が始まりました。しかし少数だったようで、守り抜くことができそうです。追加でストライクも入った。いつもは中に入って卵の羽化を見るので、今回はマップ上で見てみます。なるほど、マップ上でも同じ感じなのか。もっこりとした白い背中の毛がなびいている。ではジムに入ります。一名入ってる。一番乗りの勇者である。私も続きます。私含めて3人です。お、4人になった。4人でどれぐらい減らせるか試してみたい気持ちがある。タイミング悪く電車が到着。もう少し早ければ人が増えるチャンスだったのに。とりあえずやってみます。ダメだ、これは勝てない。一時撤退です。皆さんも早く離脱を。3人になってるじゃないですか。バトル中の人数は当てにならないぞ。残ってるトレーナーさんも離脱してくれることを祈る。電車から降りた人が到着している頃だ。急がなければ。4人だった。さっきのバトルで傷ついたポケモンを回復しておこう。その後6人に。さっき一緒だったトレーナーさんも入れたようです。よかった。6人のまま戦闘開始です。エンティ6人は初めての体験です。ちょっと不安。シャワーズ使うようにしたらダメージ量が減ったので、今回からシャワーズは入れません。エンティのゲージが黄色になった。これは勝てそうだ。2人増えただけでこんなに余裕になるのか。100秒残して勝利です。レベルにもよりますが、 4,5 人でも勝てそうだな。おお、技マシンノーマルだ。技マシン来ると割と満足。ダメージ量増えた。やはりシャワーズはなしだな。そしてボールは13個。申し分ない。CP は1887。個体値まあまあです。金釣りでの捕獲具合は初日で試したので、今回はファイルの実で行こうかと。ハロウィンイベント中なので飴の大量ゲットを狙いたい。集中戦きた。くるくるポーン。くるくるポーン。
くるくる、おっと、一瞬タイミングを見失った。くるくる、ほーん、くるくる、ぽーん、くるくる、ぽーん、くるくる、ぽーん、おや、やったー、パイルのみでゲットできた。伝説のポケモンの場合、雨が増えた感じがしないけど、普通に考えたらとても多いのだ。評価を見てみる。うむ、ハロウィンイベント中にパイルのみでゲットできた動画が撮影できてよかった。買い物した後にまた西大宮駅に来たら、ポケモン GO らしき人が数人いました。やはり西大宮駅はいい。